それでは伊藤邦夫先生との対談に移っていただければと思います。伊藤邦夫先生、よろしくお願いいたします。原さん、ありがとうございました。どうでしょうか、視聴されている皆さん、あの人事部門の方もおられれば、人事部門以外の方もおられると思いますけれども、結構共通して衝撃を受けたのではないかなと思います。例えば、 人事部門主導の人事異動を減速しないと。これ現実はほとんどの会社で人事部門主導で移動をこう促してるわけですよね。えっとまあ僕の新象風景で言えば人事部門がまあ言って言えば会社主導の人事異動を減速しないってことは ルビコン側を渡ったんじゃないかなと思うんですけどもルビコン側を渡るに際して社内であるいは原さん中心にどんな議論をされたんですかはいあのルビコン側っていう重い言葉をいただきましたけどまさにそういう。う あの覚悟ですねまさにあのジョブ型って綺麗な言葉で言われますが結局、うん、先日目で言うと人事が人事部門があの権限を自ら放棄するということと同義ですからキャリアは社員が自ら決めるということですからうん、うん、完全に180度の転換ということです。うん、あのー 社内ではいいろろ議論がありました、うん、あのやっぱりこれをやると、うん、会社に対するそのメンバーシップの良いところ、うんえー、つまり社員が会社に対するそのロイヤリティですとか、あのーまあ、会社に対する忠誠心、えー、これに対して悪影響があるんじゃないかっていう議論がやっぱり一番多かったんですねでこれは今でもその腹落ちしてない人は多分かなりの割合 いいると思いますなので、うん、えとまずあのいっぺんにこれやるともしかしたらその文化が壊れるんじゃないかっていうあの危機感を私自身も持っていましたのでまずはちょっと恐る恐る何、うんえー、て言いますかあーこうトックのような形でやったっていうのが実態のところです。トックっていうのはどこに作ったかというとホールディングス持ち株会社に作ったわけです。 持ち会社のまずしかも部長から始めまして、うん、で今年課長を始めました、うん、で、えー、来年度は一般社員にも、うん、あの適用しますですから一般社員の、うん、私はこういう部署で働きたいこういう仕事がしたいっていう人が手を挙げてそこに応募するという形をとっていくと、うん、これが来年までの S 型です、うん、そして事業会社ではそれを、えーとまあ、今 えとそれを見ながら、まあうん、お手並み拝見ということで見ながら、うんえー、そして自,自分たちの事業会社でどのように適用すればあのこの自律的なキャリア形成を促しながら企業文化を壊さずにいけるのかっていうところをですねあの今真剣に各事業会社が検討しているという、うん、そういう形で何て言いますかあのルビコンが渡るんですけども、うん、こう 徐々にこう橋をかけながら全員一斉に渡るわけではなくて,なくてまず先に渡る人から渡ってみてもらって向こう岸に行ってみたら、はい、どういう世界がその実現するのか、はい、それもちゃんと観察して確かにその今日原さんおっしゃったように、まあ、大体よくあの社内研修でもね 会社と皆さん個人との関係を絵にしてくださいっていうと、はいはい、会社があって、はい、自分自身の個人があって会社の中に書くのが大体新潮風景でしたよね,で,ね、はい、でも先ほどおっしゃられたようにそれ逆だと自分の人生があってそして会社があって会社は自分のパーパスだとかミッションを実現する舞台なんだと,ということであれば確かにロジカルには自分の まあやりたいこととか仕事は自分で選んでくださいよねと。あのなんかこれをやれって言われてまあ確かに会社という舞台では踊るんだけどそれよりも自分でやりたいことで会社という舞台で踊った方がそれは自立的でつまり自分で選択した結果なので、まあ、エンゲージメントも高まるよねということだと思うんですよね。このまさにパラダイムチェンジって ソンポジャパあるいはホールディングスではいつ頃からそういうパラダイムチェンジを議論したり、はい、あるいは実現しようということになったんですか、はいはい、あのこれはグループ CEO の桜田が前々からこう考えていたこと、うん、自らがあのらが会社の中にあの収まっているようなもともと器ではなかったっていうのがありますけれども自分が何を成し遂げたいのかその中で会社をどういうふうに使うかっていうふうに考えていた。 そういった中で、かなり前からこういった議論はありました。うんうん、ただ、やっぱり、あの何て言いますか、やはりこう感性の補足といいますか、うん、やっぱりこれまで、戦後ずっとこの状態で来た、会社の中に自分があるっていう状態に来た中で、うん、やっぱりそれを何かきっかけがないと変わらなかったということですよね。うん、で、きっかけとなったのが、まあ、コロナだった、うん、ということですね。 コロナが起こってから、はいまあ、いろんなことを考えて、うんえー、これまで、えー、温めてきたことを変えるためにはどうすればいいかというのが本格的に、まあうん、議論が始まったとっいうのが実際のところですの今日原さんがあるいは会社として実現し,てしたいということは従来型の、まあ、いわゆるメンバーシップ型雇用とはずいぶん違う世界だと思うんですよね。はい 私もあの企業の人たちとこういろいろ話をしていると結構驚く場面に遭遇することがあって、うんえー、私はあ,ある方ですよ二十何年間関身赴任ですと息子をほとんどこうそれほどこう会って対面で教育しないうちにもう就職しましたこれを聞いた時はね衝撃的でしたね。うん つまりまさに会社があってあのじ自分の人生がこうあるので家族というのも何となく小さくなっちゃったと思うんですよね。で今原さんが言われたようにコロナ禍あるいはリモートワークって家族とか家庭っていうことをすごく意識するようになったんだと思うんですね。ですからそういう意味ではこういうようなパラダイムシフトを にを加速したっていう側面はあるとは思うんですけどもこのまあやがて多くの方たちがルビコン川を渡っていくでしょう。でじゃあルビコン川を渡った後の人事部門 CHRO の役割って何なんだろうかと。これはですね、うん、あの私が考えておりますのはあの、まあ、一言で言うとなんですかあの 工業士というか手配師というかそういうことだと思ってます。うん、あの要は、えー、どこかこう奥に閉じこもって、うん、なんか裏でこう陰、えー、で手を引く人たちっていうことじゃなくて、うん、えと自ら、まあ、あの手配師として、うん、あの外に出張ってですねいろいろ対策を打っていく、うん、企業文化を変えるためもしくはその えと人材育成のためまあ結局は経営戦略をお実現するために必要な人の人とか組織とはどういうことかっていうところを、えー、と動いて実現するこれが人事部門の仕事になっていくんだろうなと思ってますね。自分のキキャャリリアアをを、まあ、ある種持って、はい 自分のキャリアをこう選んでいけるタイプの方と、はい、必ずしも自分でキャリアを選ぶだけの状況にないとか、はい、あるいは心の準備ができていないとか、はいはい、あるいは家庭の事情があるだとかそういったそのキャリアのを自分でこう選択場合によってはできない方とか、うんはい、場合じゃしたくないっていう方だって。はい いいるでではないかと思うんですけどそういう方たちに対するその人事部門のあるいは、まあ、じゃあ会社の向き合い方とういうのはそこは非常に重要でしてうん、うん、やはりあのメンバーシップ型そして会社があ人のキャリアを決めてくれる、えー、そういう形でずっと来ましたので。 特に入社以来三十、うん、数年、まあ、会社の中に、うん、同じ会社の中にいるわけで今すでに20年目30年目っていったところにいる人っていうのは、うん、もうあの別に本人の責任ではないんですけどもそういう世界で生きてきたので、うん、えっともう自分で考えるう意識がもうそもそももう 消えててしまっているとこれ本人のせいじゃなくて会社がそういう形でやってきたので,、うんうん、でそういう人たちに、えー、じゃあもう今からはあ自分で決めてくださいと会社は、うん、あのーうん、用意してあげませんと、うん、自分であのポストを探して手を挙げてください、うん、って言ってもやはりそれは現実は難しいと、うん、ですからあの先ほど申し上げたようにやっぱりやり方としてはここは今までのこの日本企業を前提とすると、うん、どうしてもその 徐々にルビコンが渡るそういう丁寧な取り組みが具体的には必要になってくるというふうに思いますですから一変に何かを変えるんじゃなくてあるところから変えていくもしくはある職種から変えていくあるランクから変えていくこういった形での丁寧な対応っていうのがこれから数十まあ10年とかそのぐらいの期間は必要になってくるとは思います先ほど言われたそのパーパスは3つの まあ側面があって、えー、原さんのレポートだと、はいえー、マスト、はい、まあその前はウ、ね、ウォンツですね、ウォンツマスト、はい、そしてキャンと。はい、こういう整理っていうのは、はい、今まではあまり社員の皆さん、まあ、この言葉使うかどうかは別として、はい、そこまでの意識はそんなになかったんですか、はい、それとも社員によっては はい、こういう言葉を使わなくても、やっぱりもうそういう意識で働いていた方もいたのではないかと思うんですけども、どうですか。いたと思いますが、割合としてはかなり少なかったと思います。うんはい、一応、あの我々もマイキャリアプランというものをですね年に1回作るんですね。ねうん、自分は えこれまでどういう経験をしてどういうスキルを持っていて何が得意でえそしてえ目先次にもし違う仕事をやろうとしたら何をやりたいのかそして中長期的には自分はどんなキャリアを描きたいのかこういうことを自ら考えて会社と相談してえと人事に登録するっていう仕組みはありますただこれはですねえあくまでも会社に入ってからの自分のその仕事の えっと、枠組みなんですね。ですから、あの、まさにこの会社の中に仕事があるっていう、そういうパラダイムの中でのうん、うん、マイキャリアなんですね。うん、えっと、今回やってるのは、うん、自分の人生のパーパスなんですね。つまり、それって何かっていうと、自分が生まれてから、えー、今までの間で仕事じゃなくてもいいんです。うんうん、何が嬉しかったか、うん、どんなことにワクワクするのか、うん、何がに、何に生き取ったのか。 そういういことを考えるでそれは何かっていうと具体的に言うと少年時代とか、えー、と思春期の頃と思い出すんです。うん、でそれをこう書き出すんですね。うん、でそうすると自分は、えー、と何者なのかっていうのがだんだんこう見えてくるんですね。うん、その考える、うん、自分の内省をすることによって、うんそうな。そうすると自分が大切なものはこれだっていうのが、うん、あの見えてくるはずなんですね。うん、でみんな見えてくるんですこれをやると。うん、で 高校生、中学生、まあ、遅くても高校生ぐらいまでの間に自分はもう形作られているので、うん、そのコアの部分は。うん、そうすると、その、うんえー、思春期のところをえぐり出すことで自分のパーパスっていうのが見えていくる。うん、そしたら、それはじゃあ具体的には今の仕事の生活なり何なりで言うと、うん、何に応用できるのか、どういうことに、うん、えと適応できるのか、うん、そういうふうに自分で考えることになる。なるはい、そうすると、えー、とえっ、うん のののパーパスとと関係いいううも考えることなんですね僕自身もいくつかの会社であのかなり大きい会社でねパーパス経営のお手伝いをしてると、はい、だ,だから中に入ってみると、はい、今まであまり日本企業で見れなかった風景に接することがあって、はいはい、例えばある会社の場合にはこれからパーパス経営やりますと言ってキックオフ の場に呼ばれてで、まあ、私も話をしたりしてでそこのですね CEO が自分のパーパスを語り出したんですねで、えー、自分はこういうようなあの、まあ、クリスチャンの,あの小学校行きましたとで中学校行ってとで高校時代結構自分の人生考えたと、うんはい、悩んだとで会社に入ってもじゃあ何ができるのかと。 考えるることともあると社長になって今でも考えることがあるっていうことをそんな長々とではなかったんだけどもあのでではなく結構即興的にやったんですね。で、その後その時はまあ大きい会社ですから常務委員長が40人ぐらい参加しててまあコロナ禍なのでオンラインだったんですけど、うん、いくつかのグループに分かれてブレイクアウトセッションだったので。 その社長と僕はちょっと別れてその中に入ってみたんですよどんな議論会話してるかなと思ったらその社長が自分の生い立ちから語ったことでこの役員さんたちが語り始めたんですよで何て言ってるかというとい、まあ、役員だからねもう会社入って30年35年経つと会社入って自分の生い立ちについて話したことってあったっけ、うん、と。 ここういうよういよなことを話し合ってんですねでちょっと待ってとあれ日本企業ってメンバーシップ型だよねとメンバーってお互いのことよく知ってたんじゃないのと生い立ちも含めてと、はいはい、ところがメンバーといっても実はそれぞれの社員の生い立ちとか、はい、そういったことってほとんど語り合ってないんですよね今そういうよういよな場面がね。 損保、まあ、ジャパン損保ホールディングスも含めて生まれ始めたというのは僕すごく画期的なことだと思うんですね。はい、であんまりその短平級に急ぎ足にそういうシーンの効果をあんまり求めてもいけないなと思いながらもでもこういうような風景だとかシーンが何を日本企業にもたらすのかと。うんうんうん 英語でいうコンスクワンスですよね、秘訣というか、インパクトと言ってもいいんですけど、何がもたらされるんですかね。いくつかあると思ってまして、一番私、重要だと思ってますのは、まさにっと言言うとダイバーシティと言いますか、いろんな人が会社にいるんだということが実は分かる。確率的に会社に入ってから教育されたことってみんな一緒なんですけど、根っこに持っているのはみんな違うんです。これを トップがそれを発信する役員が発信する、うん、部長が発信することによって、うん、みんなが発信する、うん、そうするとみんな違うんだ、うんえー、違っていいんだでこの人はこういうことが嬉しいんだこの人はこういうやり方が好きなんだこういうことをみんなが理解することによってえっ、ー、とお互いがお互いを尊重する文化が生まれるこれがあの一つ大きいことだと思いますであのあとまあ重要なところはあの えとそれをすることによって何、えー、て言うのかな、あのーえー、とさっきおっしゃったようにこれあのの結局こんなことって飲み会でも話してなかったんですね、うん、なのでそういう意味で何、あのーえーまあ、て言いますかそのチームワークというかそういったところはもう格段に変わってきますね、うん、はい、えー、そこはあると思いますですからこういうやり方っていうのは、うん、あ,のある意味遠回りないように見えて、うん 実は本当に近道じゃないかと、その社員が自立し,して働くっていうことに関してはですね、今までやっぱり上位下達できましたけども、これからのイノベーションが必要な時には、上位下達では絶対にうまくいかないと思ってまして、うんうん、これを、えー、とみんなが自分で自走し始めるためには、自分がやっぱり幸せでなきゃいけない、幸せな人はやっぱり自分から働く、じゃあ、どんなことが幸せかっていうと、うん、やっぱりマイパーパスを実現するために働く、うん、これが幸せな状態だと思ってます。 あ,のありがとうございました。あの視聴者の皆さんも、まあ、ある意味ではショックを受けたり、なるほどと <laughs> 思ったところも多かったのではないかなと思いますあのおそらく、日本企業でいろんなところでルビコン川をこう越えようという動きがあの起こってくるのではないかと思いますけれども、すでにルビコン川を渡り始めた。 あのう、損保ホールディングス、損保ジャパン、原さんのご経験というのは、大変今日。あの参考になったのではないかと思います。どうも、原さん、ありがとうございました。も、ありがとうございます。